ではインテグラの外装を見ていきます。まずフロントバンパー右前からですね、結構ツヤあって綺麗ですね。でここですね、擦ってタッチアップしてます。でも綺麗にねタッチアップしてるのであんまりわからないと思いますね。あとこの辺りとかもタッチアップしてますけどほとんど目立たないですね。リップ部分なんかも、飛び石少なくて結構綺麗な感じ、こんな感じですね。バンパーも特に目立つような大きな傷もなくて、まあ薄い線傷みたいのはありますけれども、こんな感じで綺麗ですね。でヘッドライトはまあちょっとくすんできちゃってますね。こんな感じで左右とも、黄色くなってきてる感じ。あとホンダエンブレムが若干ハゲありかなという感じですね。でボンネット特にへこみはなくて、傷もですねこんな感じで特に気になるような傷は見当たらないですね。綺麗なボンネットをしてます。続いて左のフロントフェンダーです。特に気になるような傷はなくて、まあこの辺ちょっとね飛び石傷飛んでるところはありますけれども、ホイールは ATEC の、17インチ、タイヤはですね新品で入れました。なのでもうお乳でございます。サイズはですね215-45-17ですね。で、ドアミラーはここちょっと擦ってタッチアップしてる感じですね。助手席側のドア、綺麗ですね。特に気になるような、傷もなく、サイドステップ周りも、まあ、薄い線傷とかはありますけども、そこまで大きく擦ってるような傷は見当たらない感じですね。こんな感じです。で、左のリアフェンダー周り、こちらもツヤがあって綺麗です。特に気になるような傷もないかな、こんな感じですね。左リアのホイールです。リアタイヤも新品の、タイヤを入れています。前後同じサイズですね。でへこみも特に見当たらない感じですかね。ここだけちょっとだけへこんでるかなっていうぐらいですね。ほとんどわからないと思います。続いてリアバンパー、綺麗ですね。特に気になるような、傷はないかな、こんな感じですね。トランクの方もへこみもなく、リアウィングの色あせとかもないですね。こんな感じで綺麗です。続いて右側面見ていきます。右リアフェンダーも特に傷はなくて、綺麗な感じですね。右リアのホイール、運転席ドア、傷少ないですね。この車非常に綺麗、こんな感じですね。サイドステップはまあ乗り降りの時にちょっとついたかなっていう程度の擦り傷があるぐらいで、こんな感じで綺麗です。で、まあ、へこみこちら側もこのフェンダーのところ若干ちょっとへこみがあるかなっていうぐらい。運転席ドア特になくて、フロントフェンダーも特に見当たらないですね。傷なんかも、まあこの辺りにちょっとした飛び石傷があるぐらいですね。こんな感じでなかなか全体的に綺麗ですね。ルーフの方もへこみ傷ともに、
まあ、特に見当たらないですね。こんな感じで綺麗な状態です。はい、以上インテグラの外装でした。